それでは今回紹介しましたアルゴリズムの計算量の見積もりをしていきたいと思います。とまず最初にこのアルゴリズムの第一ステップですけれども、あのここはえっと n 1から n k にはそのあらかじめ求めておいた素数を当てるので、まここでは新たな計算は行わないという評価になります。 次に第2ステップを見ていきたいと思います。第2ステップにはそのループが30になっていましたけれどもまずあの一番外側のループですねこの i が1から k を動く部分これはあの素数が n1 から nk に対して計算を行う部分なんですがこの k の値は最初の見積もりからそのオーダーの L ラチェルというふうに見積もっておりましたのでこのループの回数 がオーダーダのの L だだけの見積もりととなることに注意してくださいで次に内側のループ2個のループなんですけれどもこの変数 r と t に関するループですねでこれは r が1から small m までの間 t が1から small m までの間を動きますのでこの内側二重のループ分でその合計 m2 乗回 small m2 乗回の計算が行われているということになりますで問題は その内部ですねループの一番の中での計算この下側の赤い丸で囲った部分ですけれども、えー、とこれはと、まあ、A の RT 成分を NY で割った乗位を求めるそれから B の RT 成分を NI で割った乗位を求める計算をしておりますがこれはそれぞれその長さ L の多倍長数をあの単精度数で割る演算をしております。 でえー、とこれは詳しくは次回で述べますけれどもコードコードのステップの計算量というのはオーダーの l ージエルで見積もることができます。詳しくは次回の授業で述べます。ということでと、まあ、あのループの一番内側の計算の計算量がオーダーの l ージエルでそれが、えー、とループ m2 乗かけるそのオーダーの L 回でだけその回りますので このステップ2の計算量の合計はオーダーの small m 二乗 ×large n 二乗で見積もることができます。次のステップではその行列 a と b の積の各成分を計算しています。ここでもループが30にわたっていましたけれどもまず最初の一番外側のループですね。このループはその i が1から k まで動くもので。 これはその素数 n1 から nk までの分の繰り返しということになりますが、これも先ほどのステップと同じように、このループの回数 k というのは、オーダーのラージ g L で見積もることができます。で、その中の、そのループの中にあります、この2つの二重のループですね。これは、えっと、ま、行列 C のその RT 成分の分だけ、個数だけ繰り返されますので、 ここの内側のループは合計 m 二乗回の繰り返しということになります。で、そのループの一番内側での計算なんですけれども、ここでは全部単精度の計算が行われております。ここでの行列 AI、行列の成分 AI、それから BI の成分というのは、これ全部 NI を法とする 常、まあ、用感上での行列でしたのでこの成分は全てあの単精度の数です。でえー、ということでここの,その和と積を取る部分は、まあ、単精度の乗算 m 回に加算 m-1 回を繰り返してその計算量はオーダーのス m ール m で見積もることができます。以上のことからそのループの一番内側での計算は毎回そのスモールあオーダーのスモール m と。 これがループで m2 乗×オーダーのラージ l 回だけ繰り返されますのでこ,このステップ3の合計の計算量はオーダーの small m 三乗 ×l と見積もることができます。最後にこのステップ4の計算量を見積もります。このステップ4はそのループが二重になっておりまして変数 r が1から m まで。 円数 t が1から n まで動きますけれどもあのこれはその行列のですね各成分に対して計算を繰り返すということですので、まあ、このループの回数は合計で small 乗回とということになりますでその内部でループの内部で行われている計算量の評価なんですがこの中国女王三法が行われておりますけれどもこれの詳しく詳しい計算量は次回評価しますがこの中国女王三法というのは1回につき オーダーダのの N2 乗だけの計算量がかかりますこの計算量の見積もりは次回の授業の際に述べます。で、あとステップ5はこれはリターン分ですのであの計算量には含めません。以上のことからまずステップ4の計算量の合計としましては中で行われている計算の計算量がオーダーの n 2乗。それが M2 乗回の繰り返しですので このステップ4の合計の計算量の見積もりはオーダーの small m2 乗× l n 二乗となります。というわけでそのこのアルゴリズムの各ステップの計算量が出揃いましたので、まあ、その合計を見積もってみます。ステップ1のところでは計算は特に行われませんで。 ステップ2の計算量の見積もりがオーダーの small m2 乗 ×l2 乗で。ステップ3の計算量の見積もりがオーダーの small m3 乗 ×l。ステップ4の計算量の見積もりがオーダーの m、small m2 乗 ×l2 乗ということで、まあ、この3つの,その評価を全部加えますと、その合計の計算量の評価が、オーダーの small m3 乗 ×l プラス small n m 2乗かけるラージ L 2乗ということになります。で、えっ、ー、と最初この授業の最初に言いました従来のそのアルゴリズムでのま行列の積の計算の計算量評価を見ますと、これがそのオーダーのスモールレーム三乗かけるラージ L 2乗ということでしたから。 それに対して今回の中国常用三法による行列積の計算の計算量を見ますとその計算量は二つの項から見積もりは2つの項から成り立ってますがどちらの項を見てもですねこの元のアルゴリズムの,その因子 small m もしくは large n のどれかが1個ずつ少なくなっていてより効率的な計算ができていると見積もられることになります。 それではあの中国女王三法を用いた行列の乗算の例題としましてテキストの例を取り上げますここではその A と B をそれぞれ三次正方行列としまして、まあ、A と B をここの今スライドで見ているような形で与えておりますでここでそのまず A と B の各成分の絶対値の上階を見積もりますとこれラージ m を12と置くことができますあと、えっと スモール m は今回でここからですねその2かけるラージ m の2乗 ×small m を計算しますとこれが864ということになりますのでその中国女王三宝でとるその素数の積 n と n がですね864を上回るような small n の値になっていればあの良いということになります。で、えー、それであとこの small m N がですね、この n1 から nk の積で、えーとまあ、今回はその、えー、n1n1、えー、から nk はまああの素数とは限りませんけれどもその、まあ、ni と nj が互いに素であるような n1 から nk を求めますと、まあ、今回 k は3とすることができましてあと n1 は 9n2 は 10n3 はえと11と。 ということで n はこの n1n2n3 の積で990となりましてこの864という条件をよりも大きいという条件を満たすことがわかります。そこで最初にこの n1 の9を法とする行列 A と B の積を計算します。上の方でその行列 A と B それぞれの9を法とする乗与を与えた上で。 でまあ、その、えー、と積をこう計算しているわけなんですけれども、まあ、こ,のこれによってその行列の積 AB のまあ Q を法とする常用がそのまあ A, を A の Q を法とする常用を成分に持つ行列とそれから B のまあ Q を法とする常用を成分に持つ行列のまあ積の各成分をまあ Q で割った常用で表していることに注意してください。 それから今回その乗用感のその弦の表現の仕方として各成分はス4から4の範囲で表していることにも注意してください。でまあ今の計算と同様にしまして今度はその n イコール10に対してその行列の積 ab をこの10で割った乗用を持つ行列というのはこの a の各成分を10で割った乗用を持つ行列と B の各成分を10で割った常用を成分に持つ行列のかけ算乗算を行って、まあ、その結果をですねあの各成分を10で割った常用を成分に持つ行列に等しくなりまして、まあ、それはこの今あのポインターで示しているような形の行列となります。で、えー、と最後にその N3 イコールで11をですね法とするその常用 AB の常用 の成分に持つ行列としましても、もう同じような形で計算することができて、でそれはあのこのスライドのこの下にありますようなこのような形の行列になります。えー、と最後にそのこれまで三通りのその演法を使って得られたその a と b の積の結果を用いて、まあこれに対してその中国十三法を用いて各成分を復元することによって、まああの A、B の積ですねがの整数上の積がこのスライドのように復元されます。今回の授業のまとめです。今回はモジュラー散歩についてまず紹介を行いました。そしてえっとモジュラー散歩の一例として、まあ中国余三歩を使ってその行列式の計算の効率化を図るというアルゴリズムについて説明をしました。 えと次回の授業の内容ですけれどもあの今回の授業でそのいくつかの,そのアルゴリズムの計算量の見積もりが課題になっておりました。1、えー、つ目は序算の計算量2、えー、つ目はその拡張ユークリッとご情法の計算量3つ目はあの中国女王三法の計算量、まあ、以上がです、ね、あの今までのところまだ見積もりは出していませんでしたので、まあ、次回の授業ではあのこれらの計算の 計算量の見積もりを中心に説明をしていきたいと思います。それではあの今回の授業はここまでとしたいと思います。お疲れ様でした。